ここはですね、富山県の南西部、南は岐阜県、それから西は石川県の県境に面している五箇山地区といいます。五箇山には大きな谷がですね5つあります。はい、赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、戸賀谷という5つあるんですが、その谷を谷の間と書いて山と呼ぶ。でそういう説もあります。この富山県に、栗原の合戦という源氏と平家が戦った場所が実際ありまして、そこから、敗れた平家が逃れてきてこの五箇山に住み着いたという説が私は子供の時から聞いてます。今非常によく外国の方が来ていただくんですが、外国の方に、ぜひ日本の原園風景を見ていただきたいという場所にしたいですね。下手に開発するんじゃなくて、私はよく This is ど田舎でいいから日本の良さを見ていただきたいという場所にしたいと思っています。五箇山来ていただけて大変ありがとうございます。これだけうまくコキリコというものをササラを鳴らしていただけるということは滅多にないんで、本当に ありがとうございます。まあ、もんには体に気をつけて熊本のために一生懸命頑張ってもらいたいと思います。また私たちもコキリコのために一生懸命頑張りたいと思いますので、お互いに死後のために頑張っていきたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。